人みたいね。25ぐらいがどうですか。そうですね。これの B があればいいのかな。これうちに B が今ないからね。それが一番小さいやつなんだ。ないもんな。でも その辺はクリアになったよね。はい。その辺はね。はい。うん、すごいなんていうんですかね。バックプレッシャーもちょうどいい感じがするので、うん、吹いてて。楽に感じますね。なんとなくそういう感じですよね、はい、で徐々に出だすんじゃない。今だって一番最高ミが出たんだ。分かってた、はい、一番高いのは身が出たそうですね。今出たのはね、すごいなんか兆しがあるような感じには、うん、うん、最初に僕が気にしてた低い音も綺麗になったよね。はい、そうですね、うん、その気持ちを持っておくといいかな。はい。もつばなんか溜まってないですよ。ちょっとあ、はい、ザーッと出してみて。マスピース抜いて一回プーッとやってみて。うん、それでなんかつばがこう、そのつばが溜まりやすい性格、その楽器はどっかに。そんなことない。いや意外ともうベルから出てこの辺に溜まっちゃって、もう出てすぐ出てきますね。そうかそうかそうか。オッケーオッケー。時々そうやって唾を出して、はい、もう一回弾く。はい。
したいね、ビールとかね。はい、ちょっとこれ最初からちょっと勢いつけて、はい、Cシャープで降りてくるんだね。で、あ、B から C シャープですよね。違う？あ、だったら、だったら、あれか、アンドだ。で、C。あ、これ譜面違うよ。違いますね。出しやすい出しにくいはあっても出ないっていうことはまずないんですよね。出ないっていうことはね、だから容量が分かってないっていうことは出ないんじゃないんですよね。容量が分かってない、うん、だから僕はこれ今20ですけど、これはまあ11ですよね、はい。出ちゃうには確かなんですよね。だから分かってればね、出し方が分かれば、ただあのまだその器用にそう、例えば18からじゃあ11でこう吹き方を変えるってわけにはなかなかいかないのは確かですよね。それはそれは言えますよね。うん。